県は今日10時までに新型コロナウイルスの検査を414件を行い新たに1人の感染が確認されたと発表しました感染が確認されたのは野美市に住む無職の60代女性です今月13日に喉の痛みや全身の倦怠感があり昨日の検査で陽性と判明しました女性は県外への旅行歴がありましたが 感染経路は分かっていません。